こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はサバ缶でチゲ風スープを作りたいと思います。用意する材料はサバ缶1個、白菜キムチ 100g、 トマト 200g、 しめじ1パック、刻みネギ、白ごまはお好みで、醤油大さじ2杯、鶏ガラスープ小さじ1杯、にんにくチューブ、おろし生姜、水 200cc です。まずはトマトをカットしていきます。では他の具材も入れていきます。サバ缶は汁ごと全部入れてください。キムチ、しめじを入れていきます。しめじは他のキノコでも大丈夫なので、エリンギとかえのきとかでもいいです。でここに調味料を入れていきます。まずお醤油と鶏ガラスープ、生姜とニンニクはお好みで量を変えてください。でこれで一旦全体を混ぜ合わせておきます。でここにふんわりとラップをかけて電子レンジで加熱します。500ワットで5分加熱します。5分間経ちましたので電子レンジから取り出します。5分間加熱したのがこんな感じです。ここにさらに水 200cc を加えていきます。ここからさらにラップをしてもう5分、電子レンジで加熱します。それでは5分経ちましたので取り出します。こんな感じで加熱をしました。でこれを器に盛っていきたいと思います。器に盛りましたので、ここに刻みネギを散らします。で最後にごまも散らしていきます。こちらで出来上がりです。それではいただいてみたいと思います。サバ缶の汁まで使ってるので、すごくサバ缶の風味が美味しいのと、キムチを使ってるのでちょっとピリ辛な感じです。もう少し辛くしたい方はコチュジャンを入れてみてもいいと思います。今回の作り方だったら小さなお子様でも大丈夫な辛さです。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。